中学1年国語、ちょっと立ち止まって関連企画、トリックアート特集です。文字が隠れています。3、2、1、ドン、と、り、つ、く、あ、あ、と、トリックアートでした。何が見えますか？教科書に載っている、有名なやつですが、この図はエドガー・ルビンによって発表されたルビンの壺と呼ばれる騙し絵です。2つの絵が隠されています。まず白い部分に注目すれば壺が見えてきます。色をつけるとこんな感じです。今度は黒い部分に注目すれば人の横顔が見えてきます。こんな感じです。この絵は若い女性とおばあさんのどちらに見えますか？答えは両方でした。色をつけるとこんな感じですが、ちょっとわかりにくいです。おばあさんはここに目があって、この赤いところが口です。若い女性はちょっと向こう向いていて目は見えませんが、耳はここです。こんな感じです。女の人と何が見えますか？答えは骸骨でした。どんどん遠ざけていくと骸骨が見えてくると思います。2本の鉛筆は同じ長さですか？もう奥にあるのが明らかに長く見えるんですが、ちょっとこうやってやっていくとどうでしょうか？わかるでしょうか？同じ長さです。最後は歪み4連発です。まっすぐな線が引いてあるんですが、なんか見ているとどんどん歪んでいるように見えます。これなんかもう目がチカチカしてうにゃうにゃしてきます。これも青いところは平行に作ってあるんですが、もう斜めってるように見えてきます。トリックアート特集でした。